テキストは生命の実相第1巻となっております。今図書の中売りの方が見えてますので、お目と目の方はどうぞ手を挙げてください。このバッグをお落としの方はどうぞこちらの方で預かっております。ありがとうございます。ただいまより、藤原講師よりご指導いただきます。神を生きると題しまして、2時半までご講話を頂戴いたします。どうぞ感謝の拍手でお送りください。ありがとうございます。どうも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ようこそお集まりいただきました。いつもでございますとね、短期連戦は3日で終わりなんですけど、今月は午前のようにね連休がありますので、特別にですね今日まで5日まで明日までね延期されたわけで、だからもう普通なら昨日でお帰りになるとかね、またね昨日から急にねたくさんの方がおいでいただいたようでありますがね、どうですか皆さん、だいぶこうね気違いになった人もあるようでございますけど、先輩も申しましたよね、宗教で救われるということはな、利口になることじゃないんですよ、分かることじゃないんです。学問や研究ならよう分かればそれでいいということになるんですが、宗教というのはな信仰で救われるんですから、だから分かったらいい気持ちなんですよ。むしろねこの間言うたろ、今までのものの考え方をこらーっとこう変えないかんねん、まるっきり反対にしなきゃダメですよ。だからね宗教を信仰するというかな、成長年の教えは特にそうよ、他の別やけど成長年は特にこれ言うたでしょ。どういうことか言ったら、もう完全にね気違いになること、バカになること、そうでしょ、今まで正気で頑張ってうまいこといかんかったんですよな、みんなそうじゃん、世の中の人みんな正気で頑張った、でいい頭で考えてこうすりゃようなる、ああすりゃようなるって言うなりに考えて知恵を絞って、またおまけに一生懸命本読んだり話聞いて、で都合ようなる研究ばっかりする人が、それで賢くなってちょっともようならんよう分かっとるけどさっぱりダメだと、それじゃダメなんですよ。だから覚えてください、ここはな利口になりきたんじゃないの、どうしてバカになるかっていう研究だから、いやなんて考えてもな、バカにならんなら何ももらわんのに、ありがたいあげたいありがたい賢いものやることですからね、バカらしゅってできんやろ、まだやられとるじゃろ、我が魂の底の底なる神やーなんて、嬉しい楽しい何がわかはやそうです、現世来る人は大体困っとる人が多いの、結構すぎるためって来られんの、あまり面白いとこじゃないから、よほど困らんと来られんとこな、困ってきとるのによ何がわかはですか強制的にやられてる、仕方なしにやっとる人もあるけど、だんだん慣れてな、本当にうわーはーはーああいうふうにね、もうね皆さんここであの人ひょっとしたらこうじゃねえパーじゃないかと思うぐらいになった時救われるよ。よく分かってな、そうかそうかって分かったんじゃダメなんです、ね、だからここでは初めて終わりにな、ありがとうございます、ありがとうね、ああ、あんたに、ね、うわぁ、今朝もやられとったやろ。そうなるために信仰するんだろ。考えてごらんなさい、言うたでしょ、何もね。利口になって救われるんじゃ、世の中のね、賢いと物を知っとる人みんな利口、幸福にならないから。とか案外そうでしょ。利口な人が幸福なんて不幸になった人多い。案外、バカみたいな素直な人がな、幸せなんでしょ。だから皆さんもな、せっかくおいでになったんだから、どうぞ一つね、目的は覚えて帰ることよりもね、いかにしてね素直にありがとうとね感謝できるようになるかと、これが大事なんですよ。
もう他のことはいらんの。バカ言われてもよ、ありがとうって言うようにならない。お前バカたれじゃのうよって、おかげさんでちゅうくらいにならない。頭からしょんべんかけられてもよ、何するんじゃ、いや、ダメですよ、おかげでぬくございました、言うぐらいにならない。そんなことなかなか言いにくいけどな、本当はそうよ。しょんべんならな、わしも嫌いだけどな、家帰るまで我慢すりゃいいんよ。あ、気持ちは悪いけど我慢して家帰ってからな、シャンプーでもつけてな、シャワーでビャーってやってごらん、前より余計綺麗になるから。小便ならそうです。ところがな、棚の下歩けて、棚の上にナタが上がっとってな、なんかの表示で動揺して棚が落ち、あの棚からな、ナタが落ちて、もしも頭がな落ちて、すっか割れたように頭がパッと割れてごらん、シャワーじゃ綺麗にならんよ。ほんで終わりね、この小便の方がやっぱりありがたかった。だからね、比べてみて都合が良ければありがたい、都合悪ければ困るというのは信仰じゃないでしょ、ね、そんな宗教信仰やったらな、何歩やっても無駄。本当の信仰はな、今言うよね、今死なんならんちゅう、まあこの世で一番悪いこと、あれ以上悪いことはないけどな、一番悪いことでもね、ありがとうございますと言えるね、その心準備と言いますか、普段からな、その準備をすることがな、信仰の目的。そうでしょ、一番悪いことがありがたくなった後、身のようなんです。比べてみてね、都合が良ければありがたいな、悪ければさあ困ったな、だから何も信仰じゃないでしょ。何が起こってもね、ありがとうございますと言えるね、そういう境地になるために来てもらった。それには言うとるけどな、早うバカになるけ。今までね、一生懸命研究されたことはな、まあ普通から言えばなんやけど、それはね、信仰的には何にもならんのです、覚えたのは。だからどうぞ一つね、最初に変なことを言いましたけど、成長の教えというのは、何でもかんでもよう覚えたり知ったりね、利口になることじゃないと、徹底したバカになると、気違いになることね。そうせんとそうでしょ、正気で頑張ったって心配があっちゃダメなんです。そういうことがね、まず大事なことなんですよ。で言うたでしょ、成長の絵ではな、どんなことでも常識では考えられんことがな、いくらでもあるでしょ。あんた方も見取り図もあると思う。私なんかな、40何年間やりまして、講師だけでも40年以上ね、やらせてもらっておりましたね。その間にですね、もう考えられんようなことがな、常識では考えないことは何ぼでもありますよ。このね、この間も言うたように、この全てを休みという本のな、一番最初の9ページのところを見てみなさい。私がまだ地方講師の時を、まだ当時呉におりましてね、呉っていう広島県の呉、そこで地方講師しとった。そしたらな、朝っぱらからごめんください、ごめんください言うんです。めんどくさいことはないけど、まあしょうがないから出てみた。限界出てみたらな、3人ずれてきても、男の子一人とな、7つになる男の子と、その子のお母さんとおばあちゃんらしい人とな、3人ずれてきても、限界出てみた。ほいで、どちらさんでございましょうか言ったらな、わしら温度のもんでございますかって言う。これは走り待ち島あるでしょ、あれ温度、温度言うんです。温度のもんでございますか言うから、あ、そうですか言った。ちょっとな、困ったことがありましてて、で、ご相談に上がりましたんで、よろしく頼みます言うから、どうも立ち話役が悪いらしいから、まあ座敷入りなさいと。それで座敷上げたの。で、座ってからよ、おばあちゃんが話し出した。何言うかと思ったら、先生、この子はしの孫でござんすよ。7つになりますけど、どういうのかものを言わんのですよ。そんな一文は言わん。おばあちゃん暇なから朝から晩までな、ババイエーババイエーって怒鳴ったら、大きな声でいや、なんとか言うかと思ってな、ババイエーババイエー言うとる。言わんのです。なんぞ食うもんやってね、やったら言うかと思って、食べるもんやって、まんまいえ、食べるもんやって、まんまいえ、言わって。犬に毛つけるように一生懸命やっておるし。けど、どないしても物を言わんとか。もう7つになって学校行かんな、7年だけど。
小学校入れてもらえんって言うの。星の学校入れなさいって言われて、この学校じゃ、普通の学校じゃダメじゃって。まだ小さいからな、広島へ関東の星の学校がないって。だからどうしようもないで困っとったら、近所の奥さんがな、それやったら、暮れの本通り八丁目に藤原いう人がおるから、私のことを言うたらしい。そこ行きゃね、星が治る言うたらしい。こうやってな、だんだん話聞いたら、結局はその七つの星を治せって言いました。皆さんはどういう無茶言うな、聞くとなんですよ。七つの星がどうしてものを言うか。これが常識なんです。おそらく誰もかもそうでしょ。それ常識やし。ところが私はどう言うたと思う。よう言うたな思うやろ。あ、そう。大丈夫だよ、とこう言ったでしょ。よう言うなと思う。これが成長ね。なんていうか、推しという子なんて言うとろ、結果が出とるんであってな、そりゃ。影が出とるんであって。それが結果であり影なんですか。それをね、普通の人の常識でいくと本当に推しがおるとこ見えるんです。物を言わんから。確かに物を言わんことは確かに。あの、推しっていうのは谷口先生おっしゃったね。あれはね、耳が聞こえんのやそうですよ。物の音が全然聞こえんから喋、ね、ることを知らんのやと。おっしゃっておりましたがね。まあそういうわけでね、直せって言うんだけど、私はな、星はおらん。人間は神の子だと。本当の人間はね、肉体じゃない命子の言うだろ。命だから。あんた方もそうよ。本当の自分はこんなもんと違うだろ。これを作って、使って、今生きとるでしょ。これはもう事実やな。誰が作って誰が生きとるかってことを考えたことあるかどうかしたんけどな。考えてみなさい。親が考えて作ったんでもないだろう、この間。自分が考えて夜中に生えたんでもないでしょ。卵じゃもん、だ考えて生えるわけねえんだよ。ちゃんとお母さんのな、お腹へ宿って。そのお腹でもよ、いろいろと蔵がたくさんあるのにわざわざ宮へ入り込んだりと、宮。蔵がいっぱいあるの。蔵だらけほど蔵があるの。その蔵がいっぱいあるのに、蔵蔵ごと蔵があるのに、蔵へ入らんと宮へ入っとるでしょ。そこへも入った神の命かな。それが人間なんですから。だから宮に入るんです。蔵があるのね。小蔵でいいじゃないか、さ、こう作るんやったら。酒蔵、味噌蔵いるんやから。わざわざね、お宮へ入ったいうことから考えてごらん。あんたことがな、わしは神の子じゃない人間じゃ思ってるかもしれん。考えてみて、神様なんよ。その神様の命がこの宮に入り込んで、そこで神様の命が神自らね、設計して作ったんです。それが人間なんですから。あんた方でも誰が設計したか言うたでしょ。要はね、わしが病気で困った、わしが病気で困ってる人があるし、先生なんとか治らんじゃろうか、助からんじゃろうか、救われるか言うんです。あんたなんか間違うたらへんかいって、何をとかないやつ。何をとかない、あんたが生きとんじゃないやろうって言ったな。大抵病人さんどう言うと思う。いや、わしまだ死んどりはしませんで、わしが生きとりますよとか言う。誰が生きとるの、誰かってわしが生きとるとか言う。あんたが生きとるんですか、今はわしが生きとるわなとか言うよ。そう思うたし。そう、あんたが生きとるんかいって生きとるって。息は誰がしょるんかいって、息もわしがしょるわなとか言う。へえ、えらい器用なことやるね。あんたがしょるな止められよ。ちょっと10分間止めてごらんって言ったな。冗談じゃないでとか言う。自分止めたら今夜お通夜してもらうなとか言う。その止めたりできるかやなとか言う。なんでな、あんた自分でしょ、俺言うたやねんけど。あんたがしょ、な止めたり始めたり休んだり始めたりせんかいって言ったら、そんなわけに行くかいって。そんなあんたしょと違うじゃないかって言う。あれ、おかしいな、あの誰がしょってんやろうかとか言う。考えてみて、みんな間違ったんよ。この中でね、自分で考えて生まれたもんもな、考えて生きとる人もないんですよ。あったら言うてごらんよ。絶対負けへんから。そやろ。知らん間にね、宿ったの。何が宿ったと思う。卵子が宿った言うけどな、小さな卵やったでしょ。それがね、人間なんて言うの。その中に命がある。人間という命と心がね、それが人間になったの。だから人間の本体はな、肉体じゃなくて、ね、生命の実相を知ってる。命が本当の人間であるという考え。
これがね、成長の脳死の根本なんですから。だから、おしが来て前で、神様に間違いないんだから。神様ねえものを言わん神様なんておるわけない。片親ね、病気の神様なんておるわけがないんです。そうでしょ？神様言うたらな、さっきも言ったように、まず一番手近な神様見たかったら自分の中見なさい。よそ探すよりもな、自分の中に生きてらっしゃる命をね、それを皆さんまず発見してください。命が神なんだから。肉体はね、心の影なんですから。だからみんな人相が違うでしょ、体質が違う、みんな違う。あれみんなね、見えるものは心なんです。それを作ってね、生かしとるものは命なんです。それが人間の実相であり本物であってね、そういうふうに成長にではな、人間は神の子であるいう盾の真理と、運命環境はね、健康になったり病気になったりね、不幸になったり幸福になったりするのは、何でかというとそれは自分の心の影であると。これを縦の真理と横の真理と分けた。まず根本的にはな、人間は神の子であるということ、ね、そういうことが元になっていくんですから、その教えをいただいて私は救われたんですから。肉体が人間じゃ戻ったから人と比べたら弱いから病気するんだと。自分でも信じたし、みんな周囲のものも言うし、お医者さんが見たら余計ね、あんたここもあり、あそこもあり、そこもあり、ここもあり。だからあんたも長生きはできんで、つってな。専門の医者が言うから私も間違いないと思ってな。私死ぬことばっかり考えて病気ばっかりすったし。それがどうですか。もういつもいつも病気してな、医者にかかって薬飲んで、やっとったが、たった昨日、一昨日言うたろ。ポスター見てな、聖一郎の講演会あるの知って、それで行って、たった2時間の講演聞いてな、何が分かったか言うたら、本当の自分が肉体で言うのは間違いだったと。これは人間ではなくて、人間がな、命が、人間は命なんですから、地上で生活するための道具じゃと。これは体と、入れ物だ、っていうことをね、私ね、初めて成長して2時間でね、本当の自分がね、肉体じゃなかったと、見えるものはなかったと、現象はない、実相しかないんだと、ということをね、本当にあるものは見えないもんだ、というね、成長の哲学をね、初めて、今から43年前に知ったんです。そしたら、この間も言ったよね、それっきり私は病気をやめたんです。なんでこれだ。人間じゃ思ってけど、肉体で命だ、命が神だということを気がついたから。その命が神であって、神様は病気せんと。そうそうね、宇宙を作ってね、宇宙を動かしている神様が私の中にあるんです。あんた方の中、神様いらっしゃるから生きてるんですよ。なんぼ立派な体格しとってもいいで。あんた方の中にいらっしゃる神の命が抜けたら、魂か霊が抜けたら、それが抜けたら、万事終わりでしょ。だから生きとるのは何かって言ったらな、神様なんです。あんた方がこうして生きとるんでもよ。それ、推しの話から横へ飛んだことは分かっとるけど、後で話しますから、これ、ね。まずね、推しがどうしてね、大丈夫ですよと言うたかって言ったらな、成長の絵ではね、見えるものが本当じゃという考えを否定するんでしょ。現象を否定。テレビの影ならあんた方分かろう。テレビ映る影は本物じゃというのは3つか4つまでよ。小さい子ならテレビの影はカラーじゃから、物も言うし動くから、本物じゃ言うかもしれんけど、少し知恵ついてから、あんな箱の中に人間入られんってことが分かってきたら、あれは影だって分かるんですよ。そんだけの違いですよ。影と分かるか本物と思うかとね、それによってな、同じ影見とっても違うんです。小さい子はな、本物がやりおると思うから。それはまだ常識ない。外歪んだり壊れたりしてごらん。電波の調子で。小さい子は泣き出すよ。あれ、あのお姉ちゃんはかわいそうなことして。歪んで壊れてぐちゃぐちゃになって消えてしまった。歪んだらですよ。なんでかわかる。本当のことを知らんからです。影になって映ってる嘘のもの本当じゃと思い違いしとるから、そういう間違いが起こるでしょ。こういうふうにね、私はそういう教えをいただいて、本当にあるものと仮にあるものの区別がついた。これを言うたでしょ。あのね、本当にあるものと仮にあるものの区別が大事なんですよ。
これ死なんだらね、聖教ねえじゃない、他の宗教と同じになるよ。本当にあるものっていうのは言ったでしょ、この間。わかりやすい例えて言うたね。まあ、この間来とった人はもう聞いてもらったけど。今はね、実相は何か言ったら、明るいのが実相なんです。実相言ったら本当にあるものっていうことでしょ。本当ってこと。これはね、明るいのが本当なんです。今これは言うたらどうかしとる、その人は。今昼だし、こんだけ行さん電気ついてる。どう見ても暗くない。これが真相であり実相なんです。ところがな、本当は暗くないんだけれどもな、間違えば暗くできるんです。考え違えず。これ言うたろ、目つむってごらん、どういうことになるか。これだけでな、人頼まんでも自分で実験してみなさい。こうやったら真っ暗できるから。もう一つ本当ができるの、もう一つ本当。ここが問題なんですよ、皆さん。本当、本当言っても二つあるだろう。本当の本当と嘘の本当とある。これは実相と現象とね、分けてくださったのが谷口先生なんですよ。お釈迦さんもそれを引き受けたでしょ。それまでお釈迦さんも見えるものがあると思うとったからな。人間は生老病死言うてな。やっぱり生きるためには病気したり悩んだり苦しんだりいろいろね、死んだな、死なんだな、ということを思うて、王様になるのをやめて出家したでしょ。それで長年苦労してね、悟りを開いたら何が分かったと思う。本当にあるものは見えないもんだってことが分かったでしょ。一切は無空であり無だって分かった。空中では空っぽ、無はないと。それ気がついたのがお釈迦さんでしょ。谷口先生もそうよ。現象と実相の区別をね、先生ははっとお気づきになった。それまで死にかけておられた谷口先生。医者がな、30まで生きられんよと。宣言されておったと書いてあるでしょ。その後弱かった先生がな、今の言うお悟りの。今までは見えるものがあると思うとあれだ、今度は見えるものは嘘で影でないんだと。本当にあるものはね、テレビならわかるやろ。見える方は影でなくて、その本体はここにあるけど見えん、電波。電波ありまんのか。目で見える人ないよ、電波見たい人ないけど。見えないけどあるでしょ。電気の波がありますな。その電気の波があるんです。これが実相なんです。テレビの影を映す元はね、電波なんです。だからね、その区別をね、谷口先生がね、発見してくださったでしょ。そういうわけでね、成長の必要なのは、見えるものがあるという一般のね、人間の考えている常識っていうの。みんなが見えるからあるんだと思ったり。ところがね、それがさっき言ったろ、唯物論的な世界観になる。そういうものの見方はみんな見えるものを主体としたね、考え方になるでしょ。この考え方が今の文化や経済を築いたんです。文化経済ことごとくな、見えるものあるという唯物論的ものの見方、考え方。そういう考えをもとにして築いた文化であり経済なんだ。だから誰でもな、見えるものがあるんだと言うけど、さっき言ったでしょ。本当はね、見えるものはない。見えないものがある。これをね、発見されたのが谷口先生です。だからあんた方もな、成長にやるんだったらこう、はっきりせねえか。まず大事なことはな、本当にあるものと仮にあるものの区別。本当の本当と嘘の本当を区別すること。それはどういうことか言ったらな、わかりやすく例えたらさっき言ったでしょ。今明るいのが本当、というのが、絶対間違いない事実なんです。明るいのが現実の問題、事実です。ところが言うたでしょ。一つ間違おうというかな、自分でやると、もう一つね、嘘の本当ができるんです。今ね、皆さんが困ったことが起こっとるいうことがもしあるとすればでしょ。病気でも何でも、夫婦喧嘩でもね、経済問題でも、あるいは何であってもよ。困ったことが今あるとすればね、これを皆さんどう処理するか、悪いことがあるから要所というんじゃないんです。これはね、さっき言ったでしょ。こんだけ電気つけて昼で明るいのによ、間違うて苦労しとる人に、さあ苦労て困るんですが、何にもできんで困るんですが、こんなに暗くちゃ困るんですが、と言うてる人はどうすりゃいいの。あんた何言うとんねん。間違ってるよ、と。今昼だよ。電気ぎょうさんついてな、暗いどころか恥ずかしいほど明るい人あるよ、と。
どめくらいんですとか言う。立ってる人くらいんですかとか言う。それがあんた間違ってんだ。今ね、昼だから明るいんだから。くらいのあんたがね、目つぶって光見んからくらいんだから。だから開けてごらんって言ってな。目開けた人に言われてよ。で、目つぶってくらいんですが、困るんですが、言うとる人。そうですかねってパッと開けてごらん。いっぺんに明るくないだろ。おいとどこやね。急に明るくなった。長いこと暗かったが急に明るくなった。えらい奇跡が起こったいうかね。いざりがね、飛んで歩くようになったり、目くらが目が合えたり、押しが物を言うと。私の五冊の本にな、それこそ何百というね、実例が挙げてあるでしょ。どれ見たってな、まともに受けられんことばっかりでしょ。何年の目くらが目が合えた。そこひでな、緑内障という立ちの悪い目で、眼病でな、七年も医者にかかって、それで潰れてしもうて、手術してダメで、青底皮っていうのはな、緑内障で目の底から腐ってくる病気なんだ。だから、七年もずっと眼科に通って、治療して薬飲んでね、完全に潰れるんですね、やっぱりそこから腐ってくるから。手術を二度してね、潰れた目がな、見えるようになったという体験だがね、私が書いたように谷口先生が光の泉にちゃんと書いてあったからな。私がまだ長野県の教科部長をしよった頃でしょ。その頃連戦に来てな、谷口先生の御文書に載ってますよ。これ写真も出てます。名前も出てる。住所もね、九州東吉さんちゅうて46歳の人やったけど、目の具合が悪いから眼科行って見てもらった。眼科の先生がな、って言ってあんた厄介な病気に取りつかれたもんじゃない言われたり。そうですかよ、どんなんですかよのって言ったら、生涯医者にかからんような病気だよっていうことは治らんちゅうことでしょ。治療白内障でさえ厄介なのに、この人は緑内障やった。緑でない方やったね、悪い方やった。治るわけないんです。そこで7年間通ったっていう、毎日ね。ほいであろうてもろうて薬入れてもろうて飲み薬もろうて帰るって。7年目に潰れてしまうて手術してしまう。見えるわけないでしょ、そこから腐っとるんだ。またダメで、100日を経ってもう一遍やってみてダメで、それで目くらになって手探りしとったのかな。それが無理やり連れてこられたんです、信濃連生5日間。初めはバカにしとったけどな、この人もなかなか頭のいい科学者でな。だから俺の目になっちゃうもんか、トロホームと違うでって言ってな。トロホームならそりゃ連生で治るかもしれない。七年もね、一緒にかかってんの、潰れても見えるようになるかし。頑張るけど、奥さんと妹さんとか無理やり連れてきた。それで、どうですか、初めはバカにとったけど、理屈に合っとるちゅうの。病気のないことをね、あるのが間違いだということを私がずーっとこう、話するでしょ。だんだん聞いとるしね、自分の今までの考えが間違っとることがだんだん出てきた。とすると、この教えの方が正しいということになってんの。それで三日目から本気でやるようになって、前へ出るようになって、それまでストーブの鍵隠れとったの。バカにしてしようがなしに来たんですから。それがどうですか、三日目の朝、あの二日目の朝からな、どうも夜の話聞いとったよね。こういうの、私の言うことの方が理屈にあったってね。そうすると今まで一般の考えとる方が間違いだということがだんだん分かってきたから、あくる朝から出るようになった。早朝行事から奥さんに手引っ張ってもらうとどっかも行けんのですわ。全然見えんのですから。それでやっとったのよ。奥さんと並んで朝早朝行事、新総監して二日からやるようになった。それから講演も出て聞くようになったし、行事も、まあ行事はできんけどな、やった。三日目の朝よ、座ってな、新総監が終わって聖経を解くようになったし、それで一生懸命みんなが読み出した。奥さんが聖経を開けて読み出した。って言ったらもうなんとなく見たい気がして見る気になったらね、そしたら見えるちゅうの。それでパッと眼鏡、真っ暗い眼鏡かけてましたがね、もう真っ暗い眼鏡かけて暗い部屋を真っ暗にしてな、こうやってなんて意見になったんですよ、もう糸をて。それがどうぞ眼鏡外してみたら見えるようになって、きれいに治ったという体験談がこれ出たんです。これ谷口先生の前でやったからこれ乗ったんですよ、先生のご講習会で。本人が話した。それを先生は非常に喜びになって、これこそ本当の成長なのを証明したようなもんじゃってね、喜ばれて。早速ね、ご存知でしょ、
今でもやろう、土曜日や日曜日の朝ラジオ放送があろう、総裁選手、当時は谷口正治先生の放送があった、日曜日の朝7時かな、その時の先生がこれ喜びになってな、講習会で発表した、録音して帰ったでしょ、あの随行がで、先生これです録音なさってな、から日曜の放送に一番いいと、だからもう放送局に頼んで放送してもらえって言われてね、それでホームのお使いの人がな、このテープを持って行ったんですと、放送局へ、それで放送局の係員人が聞いてみたでしょ、どんな内容か聞かねば放送できんか、この人の体験談を放送聞いてみて、怒ったそうよ、バカにしやがってって言ってな、インチキもいい加減にしやがれって言ってな、どうインチキって政治でもっとまともな教えか思ったら、こんなインチキなことを公然とあれする教えか言うてね、こんなものをね放送局で取り上げられんと、持って帰れって言ってね、怒られて持って帰って先生にご報告したり、先生へインチキインチキってどうインチキって怒って、さっぱり相手にしてくれませんかって言ったら、大笑いなさったってね先生が、無理もないわの、目の見えんものにどんな綺麗な説明景色のね説明してやってもわからんからねとおっしゃった。そう、見えるものにはあるけど見えんものにはないでしょ、綺麗だって仕方がないから何かで発表しなさいとおっしゃったので、仕方がないから光の泉に乗ったのがこの記事、作り話じゃないですよ。皆さんなら腹の底で本当やろうか表やろう、顔見りゃわかるの大体そんなことがあってたまるかやともやろ、常識がねどうしてもなあれしまんの、反発しまん、今まで考えたことがな、こういうものはある、こういうものはないと決めとる、こういうものはある、こういうものはないと決めとるのがな、見えるものが本当にあるという決めとる、したがって見えないものはないという決め方が面なの、これを唯物論的世界観と、唯物論的人間観と、これが元にしてね今築いた文化であり経済でございますから、経済が発展し文化が向上しな、便利になって良くなるに従って、豊かになるに従ってね、体が楽できる機械文明が発達するに従って、精神的な面がものすごく困ることが多く、そういうことがどん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 出てくるでしょ。医学が進歩して薬が弱なって注射が弱なってるのに病院は減らんでしょ。理屈にありますか。前と比べてごらん、もう雲泥の差、ものすごい医学進歩してる、心臓を取り替えたりね、肝臓を取り替えたりしよう、そんなこと昔考えられんかったでしょ、ね、そういうことで今日もう注射もいいのができとる、薬もいいのができる、栄養は満点じゃろ、何でも手に入る、病気治す条件は最高なんよ、そうじゃないと言えませんじゃろ、条件は最高いうのに病気減るかね、病院行ってごらん、もう通院患者で午前中もういっぱいだから、病室行ってごらん、みんな満員じゃから、なんでそういうね、医学が遅れとるのはしようないよ、薬や注射が手に入らんのはしようない、栄養がもう何ならしようないけど、のことないし、最高の条件はそういうことちょっとも減らんけど、これ考えてもあんた方がな、なるほどこれはおかしいと、変だぞと思わなきゃ、変だぞ、こっからねあんた方の信仰がな正しい方向へ向いていくんですよ、今まで通りじゃダメなんですから、そうやろ、ダメだったんでしょ、事実、それでもまだ今まで通り続けるのかな、勝手やけどな、あのうちはダメでしょ、反対の方を見とると分かりながら方向変換しなきゃダメだよ、魚取るの取らないかん言うて山行っとったんじゃダメでしょ、山行って竿を振りまいとったら魚取られへんのよ、魚取りか山海か川へ行かねえか、それと同じよ、はるきり反対の方行ったの、まるきり、これをね改めることが根本なの、まあ、とにかくね皆さんな、どんなことでも成長のような、いざりが飛んで歩く、目くらが目が開くね、おしが物を言うと、これ見てごらん、これもおられるんよ、おしが作ったりないの、向こうから来たはがきやから、消し印もしてあるよ、これ会いたい人は行ってみなさい、歌う人は、愛知県の刈谷市の小垣江町下の20番地、黒川福治さんという方はね、これ2枚とも来てますが、
まだまだ業さん来てますけど、まあ2枚だけ持ってきた。この人はな、なんと皆さん驚きますよ。35年間分裂症。3年や5年でも大抵長いですよ。35年間よ。分裂症という病気です。その分裂というのは気違いということだけど、なんとな、被害妄想という気違いなんです。どういうことか言ったら、何かやっつけに来ると。何かが襲ってくる、やっつけに来る、何かがやってくると。いつもいつも心にある。それでね、35年間ね、こう恐れて恐れてな、恐怖感。被害妄想という気違いです。それでどうにもならんからな。奥さんと二人で川口家に来られたのは、私がまだ川口家におった頃。はい、おった、あ、そう。来られましてね。それで個人指導してくれって来ちゃった。聞いてみたそうでしょ。35年間。どうにもならんじゃん。それでまあ、いろいろ指導しまして、練習受けられて。その当時、私は長野県の教科部長をしてね。それで川口家でも練習やっとったでしょ。だから言うたん。あんたいっぺんな、シナロ練習来てごらんって。まあ、ここももちろんいいんだけど、シナロ練習来てごらんって。それで、来た。そしたら、二人で来ちゃった。で、来られてから、わしが来たの。主人はこうやったんですから、もう、かあなったんですから。奥さんにね、奥さん、これな、主人の病気と違うよ、これ。あんたの病気だよ、って。だから奥さんな、一生懸命練習受けなきゃダメだよ。5日間だから、命がけで練習受けなさい。これはね、首かけるから、来たら。そしたら奥さんもね、さすがに気がついて、一番前へ出てやるようになったし。大勢集まってましたからね、しなはるんですよ。奇跡だらけなんだから、もういっぱい集まった。それで奥さんが一番、主人は一番後ろの方で、出てくれてた。5日間受けて帰った。どうする？帰るまでに治ってしまったんですよ、5日間で。嘘じゃね、読んで一回してあげようか、あんたびっくりするよ、めくら。短いから読むよ。初中見舞いにもらったはがきですから、ね。初中見舞い申し上げます。長野県松本の信濃道場で藤原先生のご指導によりどうぞ35年間のと誰が読んでも書いた書いたな。35年間の長期の苦しみに苦しんだ精神病が治り今大元気にて明るい生活を送らせていただいております。今この複雑なる社会の世相においては私のような病気はますます増えるものと思います。私の体験は必ず同病の皆さんの励ましになることと思います。他の人に同情されないこの病気の人に、私は限りない同情の心を持っております。さやがやつきそし。35年よ。消えておるね。言ってみなさい、おるから。多分俺じゃろうともね、あの頃まだね、40代かな、50代になるかくらいだったな。だからおると思う。同じのここにある。これはな、34年と書いてある。合唱ありがとうございます。藤原先生ありがとうございます。私の最生の大恩人、藤原先生ありがとうございます。34年の精神病の悪夢より救っていただいて、してありがとうございます。世の中には難病に苦しんでいる人が多くいると思います。あなたは必ず救われ。これは一番最初出した本ですね。46版になってますね、もう。その本のね、中の題名です。音著書の題名のごとくとか言ったよ。あなたは必ず救われるってね。それは必ず救われるのであります。私は事故の体験により、気違い道場を建立した人の野心が芽生えつつあります。気違いは必ず治る。とにかく大恩人藤原先生ありがとうございます。ちゃんと来たでしょ。作ったもんじゃないんですよ。おるんですよ。だから皆さん、精神病も何もがない。もう、とにかくね。すべて、さっき言ったように、出てくることは全部影なんですから。だから間違ったものが間違った結果になる。だから、出た影を変えようと思ったら元を変えりゃいい言うたろ、この間。この間言うたね。結果を変えるんじゃない、原因を変えるんだと。宗教中なのは、そういうね、出てきたことを要するんじゃないんです。すでにね、済んだことを要しようと思うから言うたろ、この間。あんた方思うようにならんと言って悩むの。人生はままんならん、ままんならんちゅうやろ。成長言うたろ、この間。成長だけですよ。何言うたら。人生は思いのままになる。成長に。人生は思いのままってこの間言うたね。これが成長の言う。なんでかわかる。
済んだことは得点せんと、これから来ることを変えるから変わるんです。簡単に言えば済んだことを変えんでもいいの。これから来ることはまだね、決まってないんだから。生えたものを変えようと思うから森なんです。生えてしもうたらその種はもう消えてないんだから、二度と生える気遣いないのを掴んでな、えらいことになってるからなんとかせんならん、なんとかせんならんと思うのが迷い中。あらざるものを割と想像するがいいに迷いなんて、ケスも言うんだよ。真相を知らざるを迷いたよ。これやっとる。住んでしまったものをなんで直さんなんですか。変えてしまったものは変えられんって言うたろ。神さんでも森なんだから、住んでしも、できてしもうたものは。だからどうしゃいいか言ったら、これから出るものを変えればいい。この間言うたね、畑が物を生やすのを決めるんじゃないでしょ。畑がね、大根しか作らんって決めて畑見たことないでしょ。畑は何にも決めてないの。何撒いてくれるか回しよるんです。だから、誰が何を真っ赤によってね、同じ畑やのに生えるものは変わるんだから。わかるでしょ。畑じゃないでしょ。今までな、これもこの間言うだろう。何十年間おじいちゃんの代から大根作ったと。あれは大根畑じゃ言うほどな、専門の畑でもよ、畑大根専門。今も何十年大根しか作らん。今も大根生えてまんね、言うほどな、専門の大根畑でもあんた方心配ないんですよ。なんで今までは大根巻き続けたから大根生えたんや。今度ナッパ巻いてごらん、何十年の大根畑がパッとナッパなつけになる。そうやろ。これ理屈にあっとろ。だから私はな、押しがこうが、いざりがこうが、めくらがこうがな、何が来られてもいいで、それ以来こっちは言わんの。大丈夫ですよ、とか言う理由がわかろう。そこがね、成長の絵とな、普通の宗教や哲学と違うとこなんですよ。こういう押しだからね、押しでもそうじゃ。先の押しの何か余計飛んだことを覚えてやしやっとん。押しついた。直せいじゃん。むちゃ言うないのが普通だけど、大丈夫だよって書いてある。2時間かからんかったでしょ。順々とね。何を言うてやったか。まず、あんた方の考え方の間違いから言うてあげた。何か言った。あんた方ね、この坊やをね、おばあちゃんはわしの孫じゃと思っとる。お母さんはわしの子じゃと思っとる。その坊やはね、わしの孫じゃ、わしの子じゃ思うとるじゃ。これが第一間違いのもとやと。だからね、それからやりかえなさいと。これを気がついて横領罪だから。あんた方が何ぞしとるんやったらな、考えて作ったんならわしの孫でわしの子で言ってもいい。あんた方がね、生かしておるんやったらええで。やったらわしの子でわしの孫で言ってもいいけど。何よししてやってないのね。知らん間に入って、知らん間にできて、知らん間に出てきて、今もね、ちゃんと生きとるんです。それをね、自分の子じゃ、自分の孫じゃと思うとること自体が間違いだから。そのことから改めなさい。今日限りお詫びをしてね、神様に。完全なお領座やっとったんだが。申し訳ないことをいたしましたと。お詫びして、お返しすることが第一だと。これがな、人間の執着言うてる、わしの子がわしの孫がと。こうでなければ、あてなければとな、自分の都合に合わせて、で文句ばっかり言うてやった。こういうこと間違いでしょ。だから私はな、まずそれから改めなさい。お返しをしたら、あんたの子じゃないよ、あんたの孫じゃないよ。もともと神様なんだから。あんた方が横領罪しとっただけなんだから、お返したら神様なんだよ。物を言わん神様なんて絶対ないよ、って言ってね。それからまず改めなさい、って言って。で、まず話をして。それで今言うね、人間は神の子だっていう話をな、順々としたんです。この間言った通り、知らん間にね、お宿りになって。しかも雇った場所はね、蔵だらけよど蔵があるのにお宮にお宿りになって。宮に宿った神様の命がね、神様の姿に作り上げたんだ。考えてごらん。もう何一つ見ても人間が設計したもんじゃないでしょ。要はわしの子じゃ言うんや、あんた何を作ってやったんや。わしの子じゃ、わしの子じゃ言うから。目玉いつ頃つけちゃったか知らんわなってこいでしょ。誰が髪の毛植えちゃったか言うと、そんなことするかやなってこいでしょ。そう言うとるくせにわしの子が、わしの孫が。
やってほしい。どうかしら、それは間違えたと。いうわけで、その孫をね、こう、神様だから、物言わんこおらんのだよと。でも言わんのですよからな。おばあちゃんが、先生は朝からパンまでもう喧嘩をしてな、ババイエーイ、ババイエーイ、言うとんねん。言わんのですよから。それはね、あんた方、まあこれ、大事な話になるよ。あんた方の心にあるものがこの坊やという鏡に映っとるんだから。テレビにあんた方が選んだチャンネルがテレビ映るような、坊やという鏡にな、坊やというテレビに映っておるのはあんた方の心が映ってるんだよ。と。こういう話したんです。あんた方もそうよ。全部ね、見えるものの正体は心なんよ。覚えておきなさい。他で来るんじゃない。みんな自分の心にあるものが出るんです。だから私はあんた方の心当てるよ、ピシャッと。いっぺんやってみようかな。あんた方座って話聞こう思うとんでしょうがいたら、ピシャッと当たったでしょ。一人もいろんな人。みんな座って話聞いとるじゃないですか。影じゃん。その影の正体は何やと思う。今こうは聞く時間じゃと思って、こうと言って座って話聞かんなら思ってきたから、やっとる。当たるじゃろ。ピシャッと当たるんだよ。全部そうですよ。もうすべてね、形に現れたのは影であってな。影の正体は心なんですよ。これ皆さんまずはっきりしないかんよ。これ非常に大事なことね、成長の根本。本質は命であり心である。人間は実相は神なんだと。これが縦の真理というんです。実相やな。横の真理というのは心の法則。織物でもそうやろ。織物をするときなら、必ず縦糸から決めるし。長い縦糸から決める。それで、旗にかけて。で、今度は、生地にするにはな、横糸を折っていかねえか。横の糸。で、生地になろう。生地の柄とか厚みとかない、生地の、あ、何によってか、横糸にって決まるんです。縦糸は同じ。横糸が違えばな、柄も違うし、生地が違うんです。そういうふうにて織物ができるような。あんた方お互いの運命もな、みんなその人の心によってできるんです。だから本当の縦の真理というのは縦糸ね。人間は肉体で命であって、命が神であってね。だから完全円満なんだと。これを縦糸って、縦の真理。法則でしょ。この縦糸にな、横糸によって生地が変わる。柄が変わるやろ。あれと同じような。あんた方の運命はな、本来神の子であって完全なんだけど。どうしてね、一人一人違った運命や環境ができるか言ったら、その人の心が違う。これが仏教ではな、三害唯心所見とお釈迦様が言った。この世界はみんな、これが宇宙になってね。あれはね、谷口先生も、すべては心の影ですよ、とおっしゃってくださったね。だから私は言ったでしょ。心を見ようと思ったら影みたい。別にね、あんた方はこれ来たんでもよ。家から。何が来たか考えてごらん。何も思わんかったら足が来とった人は一人もないでしょ。みんな来とる人はな、間違いなく行こうと思ったでしょ。今度は連休だし、ちょうどまあ5日まである掃除からなんとか行こうと。思うとしてるだけ来とるよ。全然来る気なかったから足が来とったんじゃない人は一人。ないね。心なんですよ。だからね、形っていうのはな、全部心なんです。人相ではみんな一人一人違うんですよ。あれね、もしね、本当に何か決まったもんがなかったら、同じ顔ができないからでしょ。なんて構造が一緒やもん。構造がね、鼻が真ん中で目が上二つあって口があって、同じ格好じゃから。たまには同じもんができないからでしょ。どうですか。一人として同じ人間おらんじゃない。なんでか言ったら心が違うってことな、原型が。心だから。全部同じ企画構造が一緒やない。みんな違うじゃん。体質が違うじゃん。性格が違う。出てくるものは全部違うじゃん。何が決めるとも、心が決めるんですよ。これがね、運命のもとなんですが。だから、縦の真理をまず極めて、人間の本性は神の子であって、命であって、完全円満なもんなんだと。ということをね、これをまず縦の真理。つまり、糸で言うたら縦糸なんですよ。これがね、確立しませんと、
この間言うたろ、何十年成長のやっとって何もかも分かっとったってダメなんですから。そんなんじゃ。やっぱり横糸はね、によっていろいろ変わってくるでしょ。だからまず、根本の真理を極めること。だから私はな、人間神の子完全円満であると。実相は完全なんだと。現象はないんだってことはな、書けたと。谷口先生もおっしゃったり、そればっかり言うとする。ほんで私はあんた方に言いたいことはな、どうしても心が形になるんですか。だから私言ったんですよ、おばあちゃんたちね。あんた方、隠し事があるやろって言ったんです。なんか秘密があるだろ。これだけは人には言えんと。絶対人には言っちゃいかんと。そういう隠し事があるだろうと。余裕やろ、秘密を言う。それがね、あんた方の心が原因になって、かわいそうにこの坊や、言いたくても言えんようになったんだよ。これは絶対言っちゃいかん。これは人には言えんと。秘密というか隠し事があると。その心の影がかわいそうに。坊やものが言えんのだよ。なんかあるに違いないから。わしんだけ白状せえちゅう。わし言うて悪いことぐらい知っとるから言わんから。白状せえちゅうと話しましたよ。そのおばあちゃんが言うの。諏訪先生、わしの親父はな、大学でござんしたっちゅう。大学しとったんですよ、おばあちゃんのお連れ。腕の立つ大学でな、よう儲けよったっちゅうんじゃわ、大学で。よう儲けるんですけど、悪い癖がありましてって、なんで晩になると、着替えてな、行くんですと、どこへ行った酒場。綺麗なお姉ちゃんが、ま、支度して待っとるとこへ行くんだって。晩になると支度して出かけるんです。で、夜通し、バーでな、綺麗な女の人が相手に飲んでくる。で、ずーっと、通うとったけど、だんだん行っとるうちに今度は止まってくるようになったし、遅まって、ね。こうなるともう和訳、むちゃくちゃやな。関係を結んだわけやな、今度は止まってくるようになった。しばらくね、帰ったり止まったりしようと思ったら今度はな、おらんようになったっち。駆け落ちやって。全然帰って寄り遣いになってきた。行き先も何にもわからんようになった。その時ね、この坊やのお母さんになってる人が三つやったっちね。姉さんの方が。三つになるね、この娘、自分の坊やのお母さん。三つと。その下に生まれたばっかりの女の子と。なんと三つと生まれたか。二人のね、女の子を残して。で、おばあちゃんはまあその時若かったんやな。今はおばあちゃんやけど。捨てられたし。ほいで自分は綺麗な人とどっか行ってしもうた。さあ、生活どうするの今まではね。なんだかんだ言うても生活させてくれとって言っとんだから。たちまちどうもないよ。今と違うてな、島にはね、漁しか百姓しかおらんちゅう。工業とかそういうのないからな。だからね、働こうにも働く場所がない。おまけに一人大手一人ね、手引っ張っていかないでしょ。生まれたばっかりのが一人大手一人手引っ張っていかない。仕事も何もならん。どうにもならんから何したかって、結局は小じき。情けないわね、食えんから。小じきしないしょうね。なんとな、ずっと小さい頃の間、小じきしながら子供育った。それで、この子らが一人前になってくれて。この子には養子が来てくれ。その下の娘は縁談があってもろうてもろうて。二人とも片付いたし。それでおばあちゃんやれやれこれで安心したと思ってな。荷下ろして喜んどったら。おいたらな、終戦直後じゃちゅう。なんとな、夜の三時頃ちゅう。もうみんな寝静まった頃ね、三時頃。牛蜜時ちゅうときや。幽霊が出るときドロンドロンと出るのが牛蜜時ちゅう。そのね、みんなが寝静まる時間で、3時頃。ひょっと目覚ましたらなんか戸叩き降りて、雨戸。トントン、トントントン、叩く。電報なら電報、叩く。黙って叩き降りる。どうもわからんけどな、確かに風と違う。叩き降るもんから。開けてみたんですと、廊下開けてな、雨戸開けてみた。そしたら、誰か立っとるちゅうの、暗いとこへ。じいさん見てひょろっと立ってるから。どちらさんでございましょうか言ったらな。言ったらな、20年前に子供と奥さん捨てて逃げた親父がな、20年後に出て帰ってきたって。どちらさんでございましょうか言ったら、わしよ、二人。これで親父と分かった。さあ皆さん、とんだけ恨んだと思う。20年間恨みに恨んだ親父が帰ったんです。言ってましたよ。
また奇妙なおばあちゃんでな男かもたのしゃな。男なら先生ただじゃおかんよと。腕の一本ぶれプチ落ちるか頭悪かしら承知でけんと。あんなにね死ぬほど苦しい思いさせがあったと。恨みに恨んで親父が帰っとるしね。ただじゃおかんと思うけど女の悲しさで暴力でいかんから、これが達者なからこれでやったっちゅん口で。言いたいだけのことをあれだけやったっちゅん。納得いくまでもうやった。書いたら親父が泣くんだってね。申し訳ないことをしたよ、罰が当たったよと。これやってくれや悪かったよと。それからな、女と町行ったんですと、都会へ。今こう手がある、腕があるからな、どこ行ったって生活困らんちゅう。これはまあ職人はいいわな。で、都会で暮らしとったら、皆さんもでしょ、戦争末期頃になったら、食うもなくなった。もう食料なんで食料なんで食うもんない。まあなんとかと着るもがある間米買えられるけどないじゃん。だからやったらうちに栄養失調言うてな。体動かへんかったんですと。それ栄養なのも食べられへんもん。代用食食うとね。さあ、なんぼ腕が立ったでしょうないじゃん。もう体動かんのです。とうとう寝込んだち、動けん。なんと女とひでえもんじゃろ。女ってひでえことはねえけどな、その女がひでえねん。親父が働く間喜んでやったけど。今度は自分が働いて休まるんですよ。寝込んだから。ひどいもんやね、金持ちの旦那を捕まえて逃げたっけ。捨てていったけど、バー行きゃ何歩でも働けるんですけど。それで捨てられたっけ。さあ、動くに動けん、食うに食えんと。その時にね、はぁ、罰が当たったと思ったっけんだってね。えらいことしたわよ、罰が当たったわよと。人を目に死のうと思ったけどな、20年間放って逃げてるから。今頃どうしとるか、戦争でね、生まれ故郷がどんなに変わったかと。女房や子供はどうしとるかもうてな、一目会うて断りして死のう思うて、この辛い体を引きずってな、夕べの最後の私まで隠れとったっちゅうなってね。今橋がありますけど、今、なんぼでも夜中でも来れるけど、昔は船で渡しとったし。だから、最後の私まで隠れとったよ。人にこう見られたらいかんと思うてな。それで隠れとった。誰も乗らんようになってから、こっそり乗り込んでる。ほで渡ってきて。それでもまだ3時まで隠れとったんでね。で、もう誰もかも寝静まったいう時を見てね。ほでこっそり来て、で、泣いて断りしおるのな。なんと言いたいもんじゃろ。座敷曲げんと、くすったりがちわけで。トロトロ下げて帰りやがってお前男かよ、それでも。男な、男な、主人やで。きっとあるかないか言ったかどうかしらんけどな。とにかくね、お前男か、それ。男のもっと肘持てと。肘の男らしいし、つって。あれはもう言うやろうな、あのおばあちゃんなら、私もびっくりしたんや。やったんだって、ボロクソ。こういった親父がな、どう言われてもしょうがないよ、罰が当たったんじゃおいと。どうぞこれやってくれやって泣くのにな。ああ、でも今から、今夜のうちに島から出へ行くんやって。出られるかな、足がなかったら、あんな足はねえんだから。出る言うたら海しかないでしょ。土地回ったって島なんだ。今夜のうちに島から出た。人目についてくれなっちゅってな。自分の島みたいにって頑張ったんや。で、親父がな、泣きながらね、悪いことしたこらえてくれ悪かったっちゅ。ほいで、娘もな、ひでえもんじゃろ。なんぼなんでも親子じゃからあんだけど、娘もまたおばあちゃんに似て気が強いのよ。やったんだってね、おのりくそったりがちわけ。何のために帰りやがったかと。親でも子でもないと。捨てるぐらいのもんにはいいじゃないかと。産み上がって捨て上がってくすったりがちわけでな。ありたけなことを言うてな。やっぱり娘も今夜のうちに島から出へ言うたよ。二人から島から出へ言われてな。泣きながら断りしながら闇の中へ消えていきましたよ。それであくる日の夕刊にね、身元不明の老人の水死体が温度乗せて打ち上がったーって新聞が出た。誰も知らんわね、身元不明。ところが、二人は手立てて喜んだき。いい罰じゃ死に上がってくそったりってわけでな。名乗ってもでんがね、死体も引き取ってねえと。挙動墓地埋めてもらってもんね、いい罰じゃわいなって、こう言うんですよ。ほんで私言うたんでしょ。わかると。腹が立つのはわかるけど、あんたよく考えてみんし。飲みに来よって親父もいいとは言わん。確かに飲みに行くのは悪いけど。女くれて逃げた女なお、男はな。いいとは言わん。確かに悪いけど。
酒を飲みに行ったり女を救って逃げにならんような目に遭わしたのは一体誰がしたかわかるかと。一人で相撲を取れんのだよ。そんな目に遭わしたのあったちことは相手があるちこち。それはあんた気がつかんかとね。あんたな、よう働いてよう儲けて腕が立った言うけど、どうやって一日働いてくたくたになって疲れて帰ってきた時にはどう言って迎えたか。飛びて飛んで出て、おかえりなさい、ご苦労やったね、疲れたろうな、一日ありがとうと。あんたが働いてくれるおかげでわしらこうして生活させてもらえてありがとうと。仕事でも言うたか。親父が働いて儲けるのは当たり前と、女房を養うのは当たり前と思ってシャーン顔しとったろ。それじゃあね、人間というものはやっぱりな、たまには喜ばれるということがあるからやるんだ、働くんだ。そうなんよ皆さん。一生懸命親父が、主人が働くということはな、女房や子供を幸せにって喜ばしてと思うから。だからちょっとも喜んでくれんとな、人間は寂しゅうなる。ほんとな、金持っていけば飛びついてくるのが俺の場合行くと、それを商売にしていらっしゃる方がいらっしゃる。飛びついてきてな、で男のね、一番求めてるものを知っとるの、コツを。これで捕まえちまうんです、男をね。だから一遍相手が引っ掛けたら男はやまらんのです。そういう専門家がいらっしゃいますね、言うんでしょ。だからそういうことにね、主人はいつの間にやらもう関係ができてしまう。だんだん深くなってな。それでそういうことになって捨てられたんだから。だからね、あんた奥さんに言うたん、おばあちゃんな、その主人はな、娘も言うたよ、お前みたいなやつは親でもない、兄弟でもない、あ、子でもない、親子じゃないと。捨てるくらいの産み上がらねえよ、産み上がったやつで捨て上がってくそったりがちわけでな、やったりする。それで親父はな、泣いて断りするんだってね、悪かってこらえてくれ。それでもな、気の強いちもなしも入れもんじゃねえ、とうとうちょものまさんと座敷曲げんとぼえ出したり、あくる場になって勇敢見たらな、水死体が温度の下で上がったーって出たち、二人手立てて喜んだ。いやー、いい場所やしなかったっちゃけど、それぎり掘ってあるし、それをね、言うたらいかん、言うたらいかん、人には言うたらいかん、二人だけで隠しとけと。あるだろ。それがかわいそうにこの坊やな、なってるんだよ。おじい言ったんですよ。やっぱりそういう目に遭わしたってことはな、おばあちゃん、あんたの責任があるんだよ。あんたがね、飛んで出て、ご苦労さん、疲れたろうと。あんたのおかげでわしら楽させてもらって、こうして生活できる。ありがとう、ありがとうって喜んだことあるか。そうせんとな、本人もたまらんよ、寂しくて。だから、金持ってきゃ飛び出て喜ぶとこ行きとうなるんだよ、って。じゅんじゅんと話してあげました。だから、おしはね、それをあんた方ね、人には言うたらいかん、言うたらいかん、言うたらいかんと。隠して隠しておるとな、それがちゃんと法則によってね、かわいい坊やものを言わんようになるんだ。だからね、そのことを気がついたら、本当に申し訳なかったとね、これから懺悔してな、あれしてる。じゅんじゅんと話しておりましたら、さすがに気の強いにはし男か思ったけどな、髪もじゃん切りにしとるしな、なんやこう、軍服の振り手みたいなの着ておりましたよ。終戦の時だからな、そりゃそうやな。なんか男か思った女やったんだけどな。そのおばあちゃん、なんとね、一生懸命聞いてくれました。孫かわいそうで。かかってました人にらめっこするようにしてな。じーっと私も一心にね、坊やの実相を心で念じながら、おしがおらんのだ、おしがおらんのだとね、完全円満なね、実相をじーっとこれで念じながら、話してる。かかってじーっと聞き寄ったおばあちゃんの目がな、何度か潤んできたの。光ってきたの、なんやら、つゆが。じーっとやってるうちに光ってきたもんたら、ポロポロっと絞ったの。一絞り絞ったと思ったら、はぁー言いました。そうでごわんしたのう、言い出した。今の今までわしが悪かった間違いで、こっから先も、あの腐れ親父のためにわしらね、苦しめられた。みんなこうしてわしらが苦しんで悲しんだのは、あの腐れ親父のために。あの女がね、わしの親父を取り上がったからこの目に遭わされたと。恨みこそすれな。全然なかったの。彼をわしが順々と話してるうちに、こうやってるうちにね、
目が光ってきたら、一絞り絞ったらボロボロっと落ちたし、そしたら、ああ、そうでごまいたのー言いだした。悪かったのは親じゃなかったわしやったし。なんと派手なの、大きな声で、うおうおい。狼みたいな声だった。娘もな、額向いて泣きよったわし言うたん。あんたまんたやないかい。誰のおかげで生まれたか分かったのかい。お父さんがいてくれなんだ、あんたこの世生まれてないんだよ。お父さんのおかげで生まれてこうしてね、しかも成長して子供まで、夫まで授かり、子供まで授かった。誰のおかげや、父。お父さんの方、あんたこの世におらんだよ、父。いろいろ言いましたら、さすがにね、まあ、ばあちゃんは私の顔を見て聞いてくれ、娘の人はね、横の方からこう、下を見て聞いてる。じーっと聞いてるうちに、また、うわーって泣きたい。お父ちゃん、許してください。悪い、こらえてください。とね、私の方が間違っておりました、父。あえて娘も泣き出す、ばあちゃんも果てなの。うわー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 泣きたい。どうする?しばらく二人で腐ってられたら、私はじっと拝んでたら。おしちゅうな、耳聞こえんからな。おったって話わからんしょ。また、わかったってダメでしょ。廊下でね、遊んどったの、おしが。こっちこそ廊下で遊びよったおしがな。障子開けて入るなるよ。それ顔を出さない。ババーババーって入ってくるんでしょ。皆さん、それどう常識で考えられますか、それのこと。あり得ないことよ。けど、真理は正しいから。やっぱり法則上な。原因がなくなれば結果も消えるんでしょ。チャンネルを変えれば影が変わるように変わるんでる。同じテレビでもな、チャンネル次第で変わるじゃろ。こういうことによってね、運命は変わるんですから。だから皆さんな、本当のことを知るということとね、それから今言うね、すべてが神であるということに徹底する。この間も言うたよな、神でないものがあるという考えを持つんだったらね、残念ながら成長のラジガイですよ。考えてごらん、これ言うたろ。山も川も草も木もな、もう全部がよ。自然現象、天然現象をして片付けたろ。これ何じゃと思いますか?みんなこれ人間の作っても一つもない。全部神なんですよ。だからこれからな、ただの山じゃあれは木じゃ草じゃと、川じゃと思って見とるんじゃったら、普通の常識で一般と同じになる。成長の予測を調べたろ。お釈迦さんもそうやね。山川草木こぶとしっかり成仏と。山と見えても川と見えても大地と見えても木と草と見えても全部神の命の現れであるということは間違いない。で、我々はわからんから自然にじゃいって片付けた。あれは天然現象やったか、それ。今までな、自然じゃ天然じゃいって片付けたってものをね、今日から切り替えなきゃいけない。ただの山と見ないんですよ。ただの木の葉と見ない。ただの草と見ない。そうやろ?昨日言ったでしょ?見えんけども神の命が桜なら桜の木の中にあるんです、命が。枯れ木のように見える、ね、桜の木の中にね、3月頃まで枯れ木のようになったし。その枯れ木のように見えた草のね、桜の木の中にね、桜の命と心があるから、4月になるとバーッと芽が吹いてくるんです。なかったら出やへんのですよ。見えんでしょ。木刻んでみたってね、つぼみもなければ花もないよ。それがどうですか。ちゃんと出てこう。昨日言うたろとて、朝顔の種刻んでみても朝顔はないって言ったら、ただの種です。これね、乾きた種。その中に、やがてつるになってね、つぼみになって花になって葉になる朝顔があるんです。あるから土埋めときゃパッと生えてくるんです。もういずれね、あんた方は作ると思う朝顔な。生えてくるよ。刻んでみたってあれへんよ、朝顔。ないから、見たらないから、ないけどあるんです。あるから出る。これを実相って言うんです。見えんでもあるものを実相って言うんですね。この目では見えんから、皆そんなものはね、気がつかんから。わからんけどな。それを実相として発見するんです。これを本当にあるものと言うんです。だから皆さん方もな、これからただの山じゃと見たものを見てもよ、それを山と見ないで、ただ木の葉と見たものをね、そうですよ、木の葉一枚だってんだ。できゃいいんじゃないですか。
人間の手でできるかな。一本の草の芽しやな、人間の手でできへんじゃん。そうするとな、これから何を見ても神の命に置き換えて拝むと。命を拝むの、命を。物じゃないよ。今まで物と思ったんだけど、今日からは命に変えて拝むと。これやらんとね、本当の成長にならんよ。現象を相手になる、現象を相手。実相を相手にするんだから、じゃん。それは見えないもんですから、盛り太郎。それをね、皆さん方は見る目を開く。今だってそうでしょ。あんた方こうやってちゃんと一生懸命話聞いとるけど、あんたの中でな、心臓が今まちゃってちょっと動いたんでしょ。ちゃんとこうしてね、今一生懸命話聞いとるの。心臓を見てごらん、トク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 動いてる。息も一人息も。何もかもな、昼食べたものも今頃だいぶ溶けとるよ。ブツブツ腹減ってくるよ、もう。また万能詰め込まんだよね。誰がしようんですか。あんた方の中にね、気がつかんでもあるんよ、命が。これはね、全部のものを作ったのを宇宙の大生命って言うんです。もうあらゆるね、これ地球だけ違うよ。地球のような天体が十数億あるっていう。桁が違うの。そんだけの大宇宙があるんでしょ。見えるのは地球だけか、お月さんぐらいしか、星ぐらいしか見えんけど。そういうものが全部ありましてね。それを動かしとる何者かがあるんです。あるということは作ったものがあり、動かしとるものがあるから、この大きな地球でもよ。地球あんたどう思うけど重たいよくらい。測ったことはないからわからんけど。大きな大きな地球かよ。宙に浮いとるんよ、これ。使えば見たことあるかね、皆さん。ぶら下げた紐見たことないよ、ぶら下げて紐。浮いてまんね。こんな大きなもの、目に見えんもんがちゃんと持っとんね。足間違いないでしょ。使えばかないってことは誰かが持っとんね。これは引力と積力値や。引き力と押し力があるから、押す力があるから浮いとるんや。持っとるだけの大変なのになんと24時間でね、一回りしようよ。ビュー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 回り続けて何億年。かーいた24時間でよ。ジェット機で3日かかるよ、地球を一回りするのに。あとジェット機を3日かかるのはね、3分の1の速さで、この地球は一回りして。それで夜と昼を作ってな。それでみんなやっとんでしょ。誰が一体持ち上げて回しようんですか。何一つ見てもな、人間がやったことないでしょ。そういうふうに考えるとな、この大宇宙にはよ、そういう一つのね、見えないけれども命と心があるんです。大生命でね、そういうものがあるんです。それをね、神様と呼ぶ宗教と、仏様と呼ぶ宗教と、その神様の命というか、仏の命というかな。それがね、この大自然となっていく。空気もそうよ。あんた方な、ちょっとでも空気内容してごらん。たちまち参ってしまうんでしょ。空気は誰が作ってくれるんですか。自然や。ちょっと簡単に言うたよ。そういうものを全部作ってね。そして、一切のものをね、動物だけじゃないよ。人間だけじゃない。動物も。あるいは植物も、すべてのものを作って生かしとるね。そういう目には見えんけど何者かがある。これを大生命と言う。実相中、大生命と。そういうものを皆さんな、発見せんとな。ほんとさっき言ったろ、ただのものに見える。ただのものに見えたんじゃありがたいことも何ともないよ。すべてはね、例えばよ、もしも空気がなかったらどうなるかわかるし。ちょっとでも空気なかったらたちまちも終わりよ。誰が空気作ってくれる。その空気をあんた方な、吸い込めようでしょ。ざーんと吸い込んでな。その吸い込んだ空気が神の命を吸い込んでね。それによって生かされたのよ。それじゃないよ、誰言うてごらん。それで生かされてるやろ。ほんとあんた方は神によって生かされてるってことは間違いないでしょ。神様が空気となってな、流れって。それであんた方のね、息をさせてもらって、それで心臓の動きね、赤い血になり、一切のものができる。とにかくね、どう考えてみてもね、あんた方の中にね、神の命があることは間違いない。それとね、あんた方今日からな、話ができるようにならんといかんよ。うちなる親様と話、大生命の分身なの、これ。別れです、親様のな。
大聖霊の分身がこれであって。しかも、肉体はさっきこの間言ったね、この間も。人間が生活する道具として預かったんですから。神様のお社を見たんですよ。で、肉体はね、預かってるの。で、これを使って生きとるのが、皆さんの中にいらっしゃる神の命なの。それがあんた方になってな、こうやって生かしとるんですよ。だから私なんかいつもな、わしを生かしとるうちなる親様と話ができる。ちゃんと話できるんですよ。わしなんかね、ありがとうございます、ありがとうございます、生かされております、ありがとうございます、言うとな、すぐね、ふわーっとあくび出るんです。もう何遍やってもね、ありがとうございます、ありがとうございます、私じゃない神様であります。我がうちにあって我を生かしてくださっております、親様であります、言うてな。お礼を言うとな、何遍でもふわーっと出る。あれな、わしは自分で思うのよ。ここにおるぞ、って言うてくださったもん。神様はね、そう本当こともあるよ。いつも思うよ。ここにおるぞ、ここにおるぞと答えてくださいます。ね。そういうふうな他人行儀にならんと皆さんの中に今ね、この肉体をね、複雑な肉体を作り、あらゆるものを作りね、そしてこれを使って生活するようにね、そういう命を与えてくださりね、心を与えてくださった。そういうものによって皆さんも生まれて今日まで生きてきた。これからも自分の力で生きるんじゃないでしょ。生かしてもらって生きるんですから。これは間違いのない事実でしょ。くりくるんじゃなかろう。死んでからぼちぼち極楽で当てにならんけど。この世からね、本当にあるものは全て神である。ということは命であり心である。こういうことを覚えてください。全て命なの。心。その命と心を実相とか、霊とか言う。その霊が生活するこの本体であって、生活する道具が肉体なんだ。だからこれは殻です。だから皆さんな、これからは何を見てもな、今までは物じゃと思ったの。自分を肉体じゃと思ったのな。もういつでも私じゃないんじゃ、私じゃないんじゃとね、常にお返しするというかな、そういう心になって。それでね、勝手にあるものをいつも見るようにするとな、大友さんこれからな、何が起こっても心配。というわけでね、とうぞ一つな、成長の教えというのは、普通の常識的なものの考え方とはまるっきり違うんですから、言うたろ。早起き違いになるほどいいんだから。もう何があってもありがとうございますに徹するんですね。こういう生活が成長ですから。良ければありがたいぐらい誰でも言うんだから。さっき言ったでしょ。殺す言うて来られても、へえ、おかげさんでどうぞよろしくお願いしますよぐらいならんやん。いや、すべてが神だってことになるとな。そういうこともできるでしょ。そういうわけでね、神様というのは他人行事じゃダメよ。どっかにおるもんじゃろうな。そんな頼りなくてダメでしょ。どこかにおるんじゃないんです。我が神でなかったら神なんてあらへんやん。神を代表しとるのが皆さんや。宇宙の大生命の現れなんだから。な。これが皆さんなんですから。だからどうぞ一つな、成長で奇跡が現れるというけどな、奇跡じゃないんです。当たり前なんです。推しなんておるわけないでしょ、神様なんだから。そこが大事なんよ。片輪がおるわけがないんです。だからいざりが飛んで歩くんです。めくらの神様なんておらんのですから。それはさっき言ったろ。心の鍵が映っとるんだから、チャンネルがね、テレビの鍵が嫌なら、チャンネルを変えれば、鍵が変わる。だからさっきの話みたいな、長野県の話ね、7年も医者にかかって潰れてしもうて、2度も手術して完全に潰れた目が見えるようになるなんて考えられんじゃん。新宿のな、土田長さんちおばあちゃんはな、若嫁頃にね、電車に引かれて足がごちゃごちゃになってな、それで継がれんから切ってしまおうと、義足に醤油取るのを頼んでな。それで継ぎ合わせてもらってごちゃごちゃになった足を。40年間松葉杖ついて引っ張って歩いとった、いざりがよ。津田長さん。それがね、なんと皆さん、ごちゃごちゃに壊れたんですよ、電車に引かれて。そりゃ電車で喧嘩したら負けに決まったろ。それでね、ぐちゃぐちゃになった足を。それで病院でな、失神状態になったの、病院に担ぎ込まれて。
気がついた時はだいぶ経っとったよ。みんな集まって心配しておるし、警察も来とるしな、親兄弟集まって、先生がな、話しようんだってね、これはまあここまでごちゃごちゃになったら釣りだってどうせこれはまあ歩かれへんから。だから、いっぺんこれ義足にした方がいいんじゃないかと。医者が言うとおる。ほんで親類やら兄弟も集まってな、相談しようる。ほんで足切る、切る言うから。何切るんですかってあんたの足や言うたい。ほんで切ったら入るんかって早い選手じゃ。こんなの切らんといてくれと。どうせね、格好じゃと。歩けんのは格好じゃと。それから、切らずについてもろたり。案の定40年間松葉杖。一遍も松葉杖話さん。座ることできるのですと。曲がってね、曲がらんわな。それがどうやら。信濃連戦の評判聞いてな。せめてなんとかチートでも楽になれと思って来たの。連れてきてもろたの。で、一番前でって。なんで足が伸ばさんのなんか、心まだ隙があるけどな。いっぱいでしたわ、あっちは。前でねと足が出せんのよ。ここだけがやっとったの。そこへ出して足を出してな。それで一生懸命練習を受けた。5日の練習でね、3日目の昼よ。午前中の講話をね、私は立ってやっとった。それとすぐ前へ座っとった辻田長さん。10時頃の講話だったね。ジャーン言うたね、びっくりしたの。多分転換じゃ思ってなかった。転換っちゅうのが、うわー言うてからこうやるのでしょ。黙って寝るのもあるけどな。うわー言うてからこういうの汚るんですよ、天下。そんなのみんな治ったけどな。で、私はこれ、あ、天下を超えたなと思ったんだ。うわー言うてから。これでびっくりしてみたらな。土田さんがパーッと立ったの。こうやってね、飛んで歩くの。どうしたら言ったら、気がついてみたらちゃんと正座して座っとったっていうんだよ。おかしいだろ。おいじゃあんたね、40年前から足が曲がっとるんじゃ、ギャー言うの当たり前よ。こうで飛んで歩くようになって、それぎり松葉杖なしで歩けるようになったんですよ。それからが非常にこの人は意地の悪い靴。治らん病人ばっかり探しに歩き出したから、ね。いわゆる、俗に言う肩脇、あるいは慢性。何年医者病院に寄っても治らんし、酔ってくるの。治らんのばっかり。俺の病院で直せる。それがな、全部消えていくの。いかに皆さんね、ないものはないと決めたら消えるかってことわかる。言うたでしょ？暗いのが本当じゃ思うとる人は、昼間でも暗くなる。お化けおるかもしれんと思うとる人は、日が暮れると皆お化けに見えると。お化けに見えてからお化けおるか言ったら、お化けはないと。これが実相でしょ？要は、お化けおるもんじゃと思うか、おらんと決めるかの違いです。病気や貧乏や不幸はあると決めるか、ないと決めるかで決まるの。好きならある方へ決めて、それで心配で困っとれば次々出てきますから。種まき生えるような。その代わり言うたろ、なんぼ大根しか作らん畑でも今年の葉っぱまきやな。何十年の大根畑でもなっぱなすけになるんだよ。今までがどうじゃいことは今日限りやめた方がいい。まあ、好きならどうぞ仲良したらいいけどな。嫌ならやめりゃいいでしょ。やめることによって消えるんだよ。俺消えとるよな、あんた。どう見たって立派な体じゃないでしょ、これ。45キロないんだからもう。骨と皮でしょ。病気のね、一番誰よりも近い方ですよ。43年病気してないんです。くたびれた顔しとらんでしょ。こういうふうにな。自分の自覚によって変わるんですから。どう見るかどう思うかと。これがな、運命のもとになるよ。種がね、生えるものを決めるようにはね。そういうことなんですから。あなた方もせっかくね、この休みを利用しておいでになったんだから。成長の根本であるね。実相と現象の区別。本当の人間は神であると。あなた方神でなかったら生きられんよ。シャーンと息してな。空気吸い込んどきゃそれで生きとるじゃないか。空気は何ですか。誰がねそれ吸わせてくれるんですか。誰が食べたものを消化して赤い血にするんですか。誰が白い飯を赤い血にするんですか。誰が赤い血を黒い髪の毛にするんですか。そうやろ、髪しかないじゃないか。そうじゃないと思ったのが間違いでしょ。こういうわけでね、せっかくあんた方なお休みを返事をしてこうして来られたから、この練習を機会にね、
本当のことを知るということ、真理を悟る、これがね根本です。夢の中の問題は覚めることによって消えるんだから、夢の中の問題は夢の中じゃ解決しないけど目覚ましは消えるでしょ。これと同じような、今まで夢見とった病気の夢やら貧乏の夢やら夫婦喧嘩の夢やら子供の悪い夢見とったのかな、パッと誰かに起こしてもらって目が覚めたらパッと変わるじゃないですか。あれと同じ原理よ。好きなように変わるのが成長ね。変わらんのはね、今言ったでしょ、嘘のものを本当だと思えば、こんなに明るいの目をつむって暗いから困る、暗いから困る言うたんでしょ。ないもんでも作ればできると、それを本当だと見るか嘘と見るかと、ここが一番の境でしょ。嘘のものを嘘と見るか嘘を本当と見るかの違い、これによって決まるんですから。ただ一つな、もう泣いてもらっても明日しかないんだから、どうぞ頑張ってください。じゃあ終わります。ありがとうございます。ありがとうございます、藤原講師によります素晴らしいご講話でした。どうぞ感謝の拍手をお送りください。ありがとうございます。